拝殿高来神社は、埼玉県日高市に鎮座する神社。旧社格は、剣社。現在の埼玉県日高市の一部及び、反応市の一部にあたる高来軍があるが、高来軍及び、和佐号は、奈良時代に設置された土地である。高来軍は716年、令気2年に、武蔵区に高来軍が設置された土地であり、朝鮮半島のゆかりの地である。 中世武家時代の鎌倉時代以降、高麗軍の軍域が拡大して、日高市、鶴ヶ島市のそれぞれ全域と、半野市、川越市、入間市、鞘山市のそれぞれ一部が、高麗軍の範囲となった。668年に、唐、白木に滅ぼされ亡命して、日本に居住していた小送からの帰化人を、朝廷はこの地に移住させた。七百三年には、駒若光が、朝廷から、 王政が可視されたという話が伝わっている。駒若光が、現部若光と同一人物ならば、高ウク王族の一人として、王政を認められたということになる。この高麗若光も、朝廷の命により、高麗軍の設置にあたって、他の高ウク人と共に、高麗軍の地に移ってきたものと推定されている。高麗神社は、この高麗若光を祀っている。神仏集合の時代には、 小牧家は、主権者として、別当を務めていた。天正18年に、徳川家康が関東に入国すると、翌年に、徳川家から車両として、高麗号内に三国を寄進された。また、高麗大宮大明神、大宮大明神、白髭大明神と称されていた社号は、明治以降は、高麗神社と称されるようになった。境内隣接地には、 江戸時代に建てられた小牧住宅がある。入り口付近の敷地には2005年10月23日に在日本大官民国民団から寄贈された加工岩製の将軍票がある。これは1992年に設置された木製のものが破損し腐食したことから再寄贈されたものである。また、中日大官民国大使らの参拝もある。 ゆかりの地2017年9月20日21日に、当時の天皇、皇后が在位中8度目の私的旅行として、日高市や深谷市の渋沢栄一記念館に行行計士、その際に、高麗神社に心配した。天皇の心配は創建以来初めてで、韓国でも大々的に報じられた。他に、小牧住宅、金着殿を視察した。小牧住宅、 ありがとうございます。